竜帝こちら区は落語家の名跡。当代は三代目。三代目、竜帝こちら区は落語芸術協会、ホリプロ所属の落語家。五代目、竜帝ちら区の次男。出林正門。身長162センチメートル。本名、沢部勲次郎。1988年、五代目、竜帝ちら区の次男として、東京都に生まれる。 渋谷区立猿学小学校私立明星学園、小学校、明星学園中学校を経て、明星学園高校中退。2005年、16歳の時、入門を申し出た途端に、父が病に倒れたため、二代目、桂平治に前座修行に預けられ、桂知太郎で、初講座。2008年、寝坊癖を理由に破門され、父の門下に移り、流亭知太郎と改める。 現在も文治との関係は良好で、二人会も開いている。2009年、父、ラ楽の没直後の2つ目昇進を機に三代目こちらくを襲名し、同時に父の弟、弟子、竜ク楽助の門下となった。この時、ス助は三代目こちらくに将来六代目ちらくを継がせる意向を自身のブログで表明している。2011年、 第22回北トピア若手落語家共演会、奨励賞を受賞。2015年10月、平成27年度、NHK 新人落語大賞決勝進出。2017年7月から NHK、教育 TV の、落語ディーパー。東で、一之助の話の話に出演。2018年9月に結婚。同年12月28日、所属する。 落語芸術協会の理事会において、2019年9月下席より、小千楽の新内昇進が発表された。なお、芸協における単独での新内昇進は2004年の桂米富以来、15年ぶりとなる。同時に六代目、竜帝千楽宗名の話があったが受けなかった。2019年9月、新内昇進。2020年9月5日、長男誕生。 2021年5月8から9日、緊急事態宣言下で、寄席が休みとなり、前座の修行の場がなくなったため、こちら区が中心になって、前座応援会を急遽企画。落語芸術協会所属の前座が、全員登場の2日間4公演を、都下の会場から有料配信した。昔々、ティーン、エー郎ロ川タ八カワコさん、三遊亭古将。 春風亭登る、昭福亭宇宙、桂宮寺、神田松之城春風亭柳、和歌、春風亭登るなりと共に、落語芸術協会の若手落語家、講談師によるユニットなり金を結成している。テレビドラマ、ありがとうございます。